場内総立ちです。さあその視線の先に前田明氏、後ろからは船木正勝氏の入場になっています。そしてこのテーマソング、柴田さん、はい、やっぱり待望のという形だったんですね、はい、なんか我々も血が騒ぐですね。そうですね、いやリズムが鳴り響いてきました。前田明、さあ前田コール、その中でマイクを手にしています。さあ聞いてみましょう。今、前田さんから発表があった通り、今日でビッグマ
スラードとは元を分かっていることに捉えていることになりました。まあ、いろいろと面倒くさいことがたくさんそのあって、ここでは全ては言えないし、あとはこれから先も、まあ、不透明な部分は結構あると思うんですけども、事情があって今日は、最後の、ビッグマスラードの入場からということなんですが、もしも機会があれば、またこの徳島でリングに上がって、元気な姿を見せれたらいいなと思っています。本当にありがとうございます。挨拶それぞれを聞きまして率直な感想をお願いします。やっぱり前田は前田でしたよね。あの最後まで我が道を行くというね、はい、彼らしくていいんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、残念ですけどね。うん、そうですね、はい、もう査定試合でも何でもないと、はい、まあ、あの 1.4 がねやっぱり決め手になってしまいましたかね、はい、あの直後にですね前田と話をしましたけれども、そうですか、もうほとんど結論出してましたね、その時点で、はい、はあ、そして今回はもう驚いたのはまたあの船木正勝再デビューでもあったんだと、はい、本来ならば、それが流れてしまったのは残念ですね。やっぱり ね船木かっこいいですよこれ、はい、この男をねあのやっぱリングにもう一度上げなければいけませんね。ぜひ見たい気がします。いやしかし今現在はピリピリとした空気の中退場していきます。